ユーロピウムは原子番号63の元素である。元素記号は EU。気度類元素、ランタノイド元素に属する。地名のヨーロッパにちなんで名付けられた、銀白色の金属。常温、常圧で安定な結晶構造は、耐震立方構造で、比重は5.24、融点は摂百822度、沸点は摂氏1527度。気度類元素中でも反応性が高いことで知られ、 単体は空気中で速やかに酸化され、水に対してはカルシウムと同程度の反応性を持つ、熱水、酸には液溶、アンモニアに溶ける、ハロゲン元素と反応し酸化のハロゲン化物を生成する。原子化はプラス2、プラス酸化があり、一般的には酸化の方が安定で、無色の2価のイオンは水溶液中では酸化されやすく、泡もも色の酸化のイオンになる。 標準酸化還元電位は以下の通りである EU3E イコール EU2 ディスプラスタイルセ EU ハット3マシット E タイイコール EU ハット2ディスプラスタイルしかし気ドル遺素中では最も安定な二価状態をとり硫酸ユーロピウムエウソ4が水に難容性であるなど二価の化合物はストロンチウムに類似の性質を示すこのため自然界では ユーロピウムは、社長石など、アルカリド類金属を含む、鉱物中に見出されることが多く、モナズ石など、通常の木土類鉱物中の含有率は異常に少ない。発光挙動はプラス酸化が赤色であるのに対して、プラス2化は、周辺環境によって青色、緑色、黄色と変化する。カルコゲン化ユーロピウムは、自生半導体として重要。カルコゲンとは、異様。 セルなどの第16属元素のことである。酸化エトリウム Y2O3 などに、酸化ユーロピウム EU2O3 をドープした化合物は、ブラウン管カラーテレビの発光面、酸波、長径蛍光灯の蛍光体などに使われている。青色発光ダイオードが製品化されてからは、EU ドープのアルファーサイアロンが、青色の補色である黄色、琥珀色蛍光体として用いられ、 白色ダイオードを実現するのに用いられている。ウジーヌドマルセイが1896年に発見し、1901年に単理に成功した。原子化は2化及び3化のものがある。詳細は、ユーロピウムの同位体を参照ユーロピウムの安定同位体は 153EU のみである。しかし15、151EU は長い半減期を持った各種であるため、現在の地球において、 151EU も天然に比較的まとまった量が存在している。ありがとうございます。